皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか最近、テヒョン、BTS の V が軍隊にいる動画が話題になり、世界中のファンを沸かせました。動画では、テヒョンが仲間の兵士と交流している様子が映し出されており、世界最大の K-POP スターの一人であるにもかかわらず、任務に献身している様子が見られます。 軍服を着たテヒョンは自信に満ちており、落ち着いた態度は厳しい軍隊生活にうまく適応していることを示しています。ファンは全く異なる環境でもテヒョンの魅力が彼らを魅了し続けていることに感心せずにはいられませんでした。テヒョンが軍隊の同僚と交流している動画が話題になり、多くのファンの心を温めました。訓練中に仲間の兵士と交流し、 友好的で親しみやすい態度を見せている姿が見られました。世界的なスーパースターであるにもかかわらず、テヒョンは謙虚さを保ち、新しい環境にすぐに適応しました。ファンは、彼が献身的に国家の義務を果たしただけでなく、謙虚さを持ったことも称賛した。温かい性格を持ったまま、仲間の兵士たちと溶け込む能力は、世界中のアーミーからさらに称賛された。 このビデオはエンターテインメント業界を離れていた間、テヒョンを恋しく思っていたファンにとって待望の最新情報を提供した。兵役は韓国の有名人にとって長くて厳しい期間であり、テヒョンがスポットライトから遠ざかっていることはアーミーにとって深い悲しみだった。このビデオの公開は新鮮な空気のようで、ファンは兵士としてのテヒョンの生活を垣間見ることができる。 ファンはすぐにソーシャルメディアにアクセスし、シャープブミリタリーなどのハッシュタグを共有し、アイドルが献身的に国家の責任を果たしているのを見て誇りに思っていることを表明した。このビデオに対する世界的な反応は圧倒的で、ファンはテヒョンの勇気、プロ意識、謙虚さを称賛した。多くの人が彼がステージで示すのと同じ情熱と献身で国に奉仕しているのを見て誇りに思った。 ファンはまた、兵役中の彼の健康を願い、強さと健康を祈った。彼らは遠くから彼を応援し続け、兵役を終えた後、彼がさらに強くなって芸能界に戻ってくることを知っている。ビデオのいくつかのシーンでは、テヒョンが他の兵士と一緒に体力トレーニングに参加している様子が映し出されている。ファンは彼の決意と規律、そして仲間との友好的な交流を称賛した。 ビデオは有名であるにもかかわらず、テヒョンが地に足をつけ、兵士としての責任に完全に献身していることを示している。ファンはすぐに誇りを表明し、多くの人が彼が持ち前の温かさと謙虚さを失うことなく、新しい環境に楽々と適応していることにコメントした。このビデオは、アーミーに兵役中のテヒョンとのつながりを新たに感じさせた。多くの人にとって、 それは入隊以来待ち望んでいた、欠けていた薬、だった。彼は現在芸能界を離れているが彼の影響力と存在感は感じられ続けている。ファンは、兵役を終えたテヒョンがさらに興奮と感動をもたらしてくれると確信し、ステージへの復帰を心待ちにしています。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。 次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。